ロート製薬公式 YouTuber のネバスイココロです。弟のオトです。今日は私たちの熱量をみんなに見てほしい。1週間前から準備してたこの企画、あ、第1回大好きな VTuber プレゼン大会、イエーイイエーイイエーイ。というわけでね、VTuber プレゼン大会なんだけど、大丈夫オト、VTuber、大丈夫だと思うよ。まあ私がね、VTuber 大好きでめっちゃ見てるからやろうと思ったんだけど、ちょっと音もできるか若干不安だったんだけど。大丈夫だよ、準備してきたから。じゃあまずは私のおすすめ VTuber ね、まずはおはよう、こんにちは、こんばんは、おやすみっていう挨拶が特徴的なかぐやるなさん。ルナちゃんは2017年12月から活動を開催し、開催間違えたちょっと待って、ルナちゃんは2017年12月から活動しているすっごく可愛い VTuber さんなんだよね、動画がネタが豊富で、もう私見ながら毎回お腹抱えて笑ってるもん。あ、わかる。そうで、グッズもいっぱい展開されてて、最近パーカーも出たんだよ。知ってる？知ってるよ。それで？で、そのパーカーとかもめっちゃ欲しいし、最近 UFO のテレビ CM が決まったの、これ本当にすごいこと。いや、すごいよね。めっちゃすごいんだよね、ルナちゃん面白いし可愛いし、もうすごい、本当すごい。一度でいいから会ってみたいし、もう名前呼んでくれたら、嬉しすぎて発狂しちゃうかもしれない。あ、あとエビとブロッコリーもめっちゃ好きで、次はこの方いくよ、カナリアちゃんこと雷愛ちゃん、やったーやったーやったやった、マニゴこと雷愛です。カナリアちゃん、私こう呼んでるんだけど、ね、めっちゃ可愛いの、めっちゃ可愛いの。実際会ってみて本当に可愛かったし、動画で見るよりもね、何倍も、まあ動画で見てもめっちゃ可愛いんだけど、本当に可愛いし、しかもめっちゃいい子、素敵だったよね、LINE も交換してもらって、スプラトゥーンも一緒にしてもらってるんだ。この場を借りて言わせてください、大好きです。僕も好きです。こちらの方、こんにちは、ゲーム部部長の夢咲楓です。ああ、どう名字ハルトだ。こんにちは、風見亮です。おはぽよー、ミリアだぽよー。ネバー、ゲーム部の顧問に就任しました、ネバセイココロです。得意なゲームは脱出ゲームかな。え、いやいや、ちょっと待ってよ。というわけでね、ゲーム部さんね、いや大好き、もう本当に大好き、みんな可愛いし、もうゲームも上手いし、あのゲームの上手さを私は分けてほしい、いや、わかるけどさ、知らない人混じってなかった？え、混じってないよ、大丈夫？ちょっとあんまり口挟まないでもらって、待って、さっきのじゃあもう一回やってもらってもいい？こんにちは、ゲーム部部長の夢咲楓です。あーははは、どう名字ハルトだ。こんにちは、風見亮です。こんにちは、風見亮です。なんで2回やったの？おはぽよー、ミリアドぽよー。ネバー、いや違う、だからそこだよゲームさん、いいよね。いや、私めっちゃ好き、知ってるけど知らない人いた。みんなそれぞれでさ、得意なゲームがあるっていうのも素晴らしいよね。そうだね。私スマブラ持ってるんだけどさ、スマブラめっちゃ下手なの、りょうくんめっちゃうまいの、もうそのうまさを私は今勉強してる。いや、本当に勉強になるよね。あの関係性よね、ちょっとこれは私の気持ちなんだけど、ミリアちゃんとドーミョージくん、いや、あの二人の関係性すごい好きね。まあでも結局ね、みんな尊いんだよ、みんな尊い、本当に。私これからも応援してるし、応援してるので頑張ってください。はい、以上の3名私から紹介させていただきました。いや、すごいわかるよ。そうだよね、めっちゃ同意してくれたもんね。皆さん素敵な人たちだからね。よくわかってくれてんじゃん。じゃあ次俺の番ね。まず最初の僕のおすすめの VTuber さんは、おつおつおー、あずまりむさんです。りむちゃんか。僕が最初に好きになった VTuber さんがですね、何を隠そう、あずりむちゃんなんです。彼女の魅力はですね、本当にたくさんあるんですけれども、まずは動画企画ですかね。本当に多種多様でバラエティに富んでてですね、あの動画の BGM とか演出とかもすごいこだわってて、それが癖になるんですよ。はい、ぜひ見てみてください。それでですね、彼女は視聴者のことを先輩って呼んでくれるんですよ。いやー、それね、かわいいよね。本当にそれが本当に可愛い後輩に話しかけられてるみたいで、本当に尊いんですよ。はい、なのでですね、僕最大の魅力がですね、声だと思ってまして、はい、本当にあの可愛い声にいつも癒されてるんですよ。もちろん1日1回人類皆先輩聞かせていただいてます。本当に尊いです、ありがとうございます。オリジナル楽曲すごいです、本当にありがとうございます。では続いての VTuber さんですね、しののめめぐさんです。いや、この方はなんといっても
可愛いんですよ。可愛い。いや、わかりますか？わかる、わかる、わかる。わかります、すごい。いつも朝の通学の時間の前にライブ配信をしてくれてるんですけども、それが好きになったきっかけなんですよ。あの学校行く前に、あの本当にめぐちゃんを見て癒されて、行ってらっしゃいって言ってくれるんですよ。あの可愛い声で行ってらっしゃいって言ってくれるんです。本当癒されてばっかりで申し訳ない気持ちになってきたな。でもですね、あのめぐちゃんのおかげで早起きが楽しくなってきたんですよ、もうなので生活になくてはならない存在なんです。生配信を見逃してもツイッターで短い動画を上げてくれるんです。いや本当にファン思いのすごくいい方なんです。で最近 VTuber も始めたりしてて、活躍の場がどんどん広がってるんですよ。あと自分で歌ってみたの動画とかも作ってるんですよ、見たことある？ある？いや本当にすごいよね、あのさ、でもなんかその中にさ、ちょっとそのマウスのカーソルがちょっと残ってたりとかしてさ、そこもなんかまた癒されるっていうか可愛いんだよね。そうね、可愛いね。あと東京タワーでのイベント、これが行きたすぎて行きたすぎてもう震えました。はい、なので今後も期待大です。おっとすごいね。ん？すごい知識豊富だね。いや普通だと思う。すごいよ。まあいいや。じゃあ最後にですね、僕の一番推してる VTuber さんです。水品葵さん。知ってる？知ってる？見てなかったかもしれない、ごめん。ジェムズカンパニー所属のアーティストさんで、愛称は水氏で、僕的にはですね大阪府出身っていうところもあって勝手に親近感湧いてるんですよ。大阪出身なの？そう、そうなの。めっちゃいいじゃん。そう、彼女の魅力はですね弾き語り。弾き語りできるの？そう、弾き語り。あとね、ほんと歌声聞いてみて、聞いてみたらすごいわかるこのギャップ。本当にあのキーボード弾きながら、あの弾き語りしてくれるんだけど、喋りから急に歌声になるとすごい凛とするんだよ。ほんとその歌声のギャップにグッとくるんです。弾き語り以外のトークもすごい魅力的で、ワードセンスこれ独特で、いつも薬とさせていただいてるんです。あのレトルトカレーのことをブクブクカレーって呼んでたんですよ。その暴露話とか本当に可愛くて尊いんですよ。そのライブ配信楽しみ勢としてはですね、ジェムカンの公式のツイッターでいつも助かってるんですよ。あとですね、ファッション、これもポイントの一つですね。目指しパーカーっていうのがあるんですけども、これが彼女のトレードマークの一つなんですよ。あ、そうなんですね。まあまあ皆さん多分ご存知だと思うんですけれども、頭の耳はですね猫耳じゃなくて髪の毛です。髪の毛。そう、髪の毛。猫耳生えてる女の子。猫耳じゃなくてあれ髪の毛なんですよ。そうで、その三角のヘアピンもね、センスがあるよね。でもね、やっぱりただなんといっても弾き語り、弾き語り、そう、今 VTuber さんさ、歌ってみた動画っていうの結構さ、完成度が高いというか、作り込んだ作品が多いじゃん、すごいよね。でも彼女の弾き語りはですね、間違っちゃってもそのまま動画にしてるんですよ。間違う？弾き語りでちょっとミスしても、あ、まあいいかってそのまま流しちゃったりするんですよ。いやそれが本当にありのまま見てる感じでさ、すごい親近感そこ湧いてくるよね。湧いてくる。いや本当最高なんですよ、なんかこう本当応援したくなるっていうか。一度見てみてください。あ、もう本当ぜひみんな一度見てみてください。落ち着け。すごいね、めっちゃ不安。ということで以上が僕のおすすめする VTuber さんです。 ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。すごいためになる。ごめんね、なんか。というわけで VTuber プレゼン大会だったんだけど、いやおとさんすごいですね本当に。え、気づいてた？あの私に対しても敬語使ってたよ最後。そうだった？熱中したら敬語になる人。あー、ちょっとごめん覚えてないや。大丈夫だったかな、ちゃんと伝わったかどうかがちょっと不安で。あ、めっちゃ伝わりました。私もちょっと困惑しすぎて、あのぼーっとしちゃったけど、私ももっと勉強して出直します。それじゃあ、もっと勉強しよう。勉強しようね。ね、一緒に勉強しようじゃ。よし、じゃあ皆さん、バイバーイ。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら。チャンネル登録をせねばと思った人はこちら。ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。